いまいち道がわからんな。とりあえずこのまま行くか。ちょっとね、今日もあれですね、多分民族大移動みたいなね、ニュアンスで。右、こっちだ。もうさ、地図の見方がもう難しいんだよな、このゲーム。オーバーライド、乗り物になってくれ。オッケー。助かるー。で、これに行った。で、すぐ行って私を探してる。まっすぐ行っていただいて、左だ。こっちか、セーブしよう。よし。んで、ちょっとずつ刻みながら行くか。まずここ目指そう。こっちの方なんですよ。まずはここを目指すか。じゃあ、ああ、止まっちまった。ひたすら移動会ですね、今回は。苦しみの、さっきまで正直もう地獄の苦しみを味わっていたんで、道がねえぞこれ。これどういくかな。意外と道あるな、ちゃんと。かなみたいなニュアンスですけど、はいよはいよ。で、だいぶ北の方に来ているので、さらにね、こんな方なんすよ。こんな、うへーここなんすよね。なので、もうちょっと近い位置を目指しつつ、集落とか入れるのかね、これ。怒られないかね。置いていった方がいいな。入れてよ。無理かな。絶対ねえな。長老が私の結婚を認めてくれるといいけど。認めてくれるさ。ちゃんと愛してるんだってお伝えしてくださいよ、その長老とやらに。俺っていうぐらい愛してんだって伝
変えたら、うん、なんかね、分かってくれる時が来ますよね、きっとね、分かんないですけど。まあ、頭の硬いやつは一生分かんないでしょうけども、分かってくれる時がいつか来ますよ、きっとね、なんてね、言うとりますけどもね、はい。うわあ、危ねえ。さすが暴れヌンチャク。ありゃ乗れないな。オーバーライドしたいな。今更なんだけどさ、草むらとかでなんか草をむしって食ってるみたいなさ、モーションで動物がいたりするわけなんですけど、それってどうなのかしらなんて、それってどういうことかしらなんてね、思いますけど。山越えするか。山越えルートっぽいねこれね。おほほ、中の山岳地帯でやん。これ越えれんのかな。これでしばらくは匂いが洗い流される。ミホヒがね。よし、山越えだ。あとで使うかも。これが最短ルートなんじゃないか。いい感じ。やべえ、トラバースルートだなこれ。本来だったらこんなトラバースできないぞ。大丈夫か。よし、悪くない。うわあ、とんでもねえ雪だな。とんでもねえとこだな。わあ、しまった。力いけないか。おお、いい感じの。ええやつだな。よしよし、バレたらアウトだ。はいはい、こんな風車の場所いつだったか行きましたね。とりあえずこのルートで、まあ間違いではないって感じかな。とりあえずなんかこの隆起してるのが向こう側になってるから、手探りで。わっと起きて死んじゃうんじゃないかってすごい不安になるけど、悪くないね。よしよし、 OK、 なんとなく最短ルートで来てんじゃないですか、あそこまで。いい感じ。しっかりながらも行きましょう。あいつらオーバーライドしても乗れないよな、多分な。ダッシュダッシュダッシュ。アンドダッシュ。1シャード。まあいいや、それはそれでね、ありがたいことですよ。もう OKOK、
グレートキャニオンみたいなとこに来てますよ。こっから国に入る感じかな。いつぞや来たことがあるんだろうな。これ燃えてるから来ましたね。ここまでオッケーオッケー、いいよ、オッケー。このままてか出ないんだよな。付近のなんかっぽいところまで案内のこの道しるべが欲しいんだよね。向こうだな。ぐるーっと行くのかな。なるほど、ぐるーっと行くっぽいね。あいつ俺の大嫌いなモンスターじゃねえか。うわ、ソウトゥースまでいる。ちょっと絡まれたくないな。やば、見つかったな。鳥さん見つかった。逃げ切れるか。うわー、見つかった。乗れねえじゃねえか。なんとか逃げ切った。逃げ切ってないね、どうやら。オセロの彼らの特徴がにじみ出てる。よしよし、この辺で OK。エレンドいるかもね。エレンドいるかな。満タンか。カージャに教えることね。セラムの目は強い日差しには耐えられないのさ。へえ、そうなんですね。ああ、次の立場で何を作ろうかな。私はないか、別に鋼を打つハンマーのオセラムはいつでもよそ者に優しいわよ。覚えて。なるほどね。おや、でもイベントマークが出てるな。おや、なるほどね。女に気をつけろってデルバールに言ったのに予想通りだ。おう私のタコの方が硬い。タコの数なら私も負けないぞ面白いね。信じるよ、赤毛さん。カジシのペトラよ。ああ、ほう、アーロイ、機械を狩る。うん、機械を狩るの。もっと前に知り合えてたら。実を言うと、私たち一族を追い出されたの。そういうわけで、私はこの子を作ってるの。決着をつけるのよ。ペトラ、ここは何だ。フリーヒープ。フリーは自分と鉄と砂嵐にだけ責任を持てばいいってこと。ヒープは山って意味。ガラクタの古のものが残し、それをオセラムが山にした。息吸って、匂いを嗅いで。煙と汗だな。森の中で感覚鈍った。私なんて鉄の味もわかるんだから。全部昔の人が残したガラクタ。ここは戦場。うん、多分備品かクズの山よ。ぎゅうぎゅうに積まれて固まったの。古のものは大量のゴミを捨てた。ほう。お前は鍛冶師で工場や町を経営してる。この町が工場、
みんなで協力してるんだ。まっとうにやってるから役人につべこべ言われないしね。フレイムだったらどうなると思う？土を打つ人を決めるだけで3日議論が続くわね。めんどくさそう。本当に議論好きなのよ。かまどは熱い空気が必要でしょ。でも議論されない伝統もある。カジ氏の妻ペトラになるとこだった。そんなの嫌よ。似合わないだろうな。その通り。で、村を出た。あの時私はまだ若かったから、ほら、熱い情熱があれば何にでもなれるでしょ。坂本龍馬みたいな。お前のその武器は今まで見たことない武器だ。誰が？私のって感じでしょう。この子の母親がメリディアンを構成させたの。戦略だけじゃ戦いには勝てない、城壁を震わせてやった。凶王の軍に血を流させる必要があったのよ。何その顔。そんな強力な武器は。問題は武器じゃなくてそれを使う人間。奴らがリフトに指一本でも触れてたらただじゃ置かなかったわ。ほう。最高のリフトよ。たくさんの物語が詰まってる。そのうち全部話してあげるわ。この子はまだ物語がない。持ち運ぶには重く、スナップモーバリに鉄を食べる。前にいた場所を追い出されたのか。ゴミの山からね。いい武器の部品が取れる鉱脈を作ったと思ったらスクラッパーが現れたってわけ。そして今は山賊たちと鋳造所で緊張状態。私の邪魔して動力源に居座ってるんだ。光るものが好きなんじゃない。でも防御を固めるにはあの部品と動力が必要。行ったり来たり汚れるけれどね。汚れるのは別に平気。あなた、不意語から出る風みたいな子ね。ああ、戻ってきたの？喉を焼くような熱が恋しくなった？それじゃあ行くよ。いるものはわかる？森の中走り回ってばかりいるのもいいけど、私のお願いも頼んだわよ。初めて会うやつのはずだけど。じゃあちょっと山賊の隠れ家に行ってみます。じゃあちょっとしょうがねえ、一回寄り道すっか。よっ。ちゃちゃっとね、ちゃちゃっとのして、ちゃちゃっと次のというか本来の目的にね向かいましょうか。このガラクタ引きずってきた。一体いつどこから。超えらんないで。おっとっとっと。どうやって乗り越えるんだろう。下に行くわけね。なるほど。金属が浮いたらカンタラをどうしたいんだね。よいしょ。山賊の守りが固い。動力源を探す前に見張りの位置を覚えて。やば、いつの間にか山賊のアジトの中に潜入しちゃってた。どうしよう。まずいな、下からだといつもの不利なパターンじゃねえかよ。ケツを隠せ。やっと来た。よっ。どこにやがんだ。どうやって向こう岸に渡るかを知りたいな。これでも暗いな。ちょっと待った。うわ、なんだ、下からも撃ってきてる。うわやば、どうしよう。止まったな。こいつは痛いぞ。どこにいる。逃がすな。
ね。青投げ死ぬんだ。おっと、あいつの下にいるな。暗殺者として。なんかめちゃめちゃいるけど姿が見えんな。どうやって上に上がるんだこれ。ここがバカの。どうやって上がるんだろう。はしごとかないのか。やばいな。この辺から行ってくれた。アジトが連なってるわけじゃないのかなこれ。あーなるほど、こうやっていくのか。うわー落ちた。どここれ。そういうわけでもないのかな。下じゃ戦えないんだよな。敵ってのは戻ってくるもんだ。いやもうまさにそうなんだけど。どういうルートだと上で戦えるんだろう。今自分がどこにいるかもわからなくなった。これが埋め立てられてる。ついている部品を持ち去ってないといいけど。あっちはあっちでいる。
とりあえず数分は平気。ああ落ちちゃうな。俺どうやって向こう行ったんだ。もう記憶がないんだけど。あれ、折れないな。ここからじゃないのか。本当に倒せるんすかね。はいはい、ここまで行くのは合ってんのかな。登ってやがるぞ。かけてきた。あー分からんってそれは。いろんなとこから追いかけてきやがんな。こいつはお前にお似合いだ。よっとここまで来ました。バラバラにしてやる。うわっ、あぶねえ。どうだ、まだまだあるぞ。
で、あれが目的？上に行くのか。とはいえ、どうやって上に上がるんだ？なんか登る場所ないのかね。ここまで来たのに。こりゃお手上げだな。これどうやって向こう岸に行くんだろう。ちょっと今の感じで途中まで行ってみるか。どうやって行ったっけ。上から行くのかな。ロープ張ってあるか、あれ。ロープとか見えないんだよ。ちょっと上から行ってみよっか。なんか全然関係ないことやって、全然関係ないところで行き詰まってんですけどね。よよよ。え？こっちに向かうんだよね。こっちに行くとどうなるんだ。関係ないのか。で、このまますぐ行って、あそこが目的地なんだよな。あの光ってる場所が。捕まりポイントだったりすんのかな。無理か。これは関係ないやな。どうやって行くんだあれ。わからんって。これはわからん、わからん。
引き受ける方向がもうないけど、え、これで、あれだよな、あ、もうこれでいいのか、違う、ここで降りる、よし、OK、代わりに何か捨てないと。反射性の古の古符。いや、これはマジか。危な、また落ちて、なんか地獄見るとこだった。え？これ持って、資源か。資源ね。もうウォッチャーのレンズとかいらないんだよな。じゃあもう入手できないじゃん。よし、終わり。次はスクラッパーを倒して武器の部品を見つけよう。スクラッパー？なんだ。あ、死ぬか。あ、うわー、危な。いいか、後で痛い目に遭うぞ。村はもう終わりだ。え？なんだあいつ。あれ？っていうか、やば、どうやって帰るんだろう。やばい、帰り方がわからない。よっ、こうか、オッケー。帰るのは楽だな、おい。え？どうなった？すぐはまるな。まあいい、多少のダメージはもうご愛嬌だ。次に進むタップ。おお、こいつらを倒せばいい。騒がしくなるぞ。スクラッパーがあの山を巣を作ってる。まだいるの？ペトラが使えるものを探そう。すぐに。まだいる。だから次だな。武器の部品を回収する。武器の部品、
関係ないよな。武器の部品？なんだ武器の部品って。なんか詳しく聞かずに来ちゃったからな。なんだろう武器の部品って、これのことか。あった、武器の部品。これと他は。なるほど、山のクズの中にあるってことか。なるほど、他は。あった、これだ。ペトラのとこへ。クズ置き場に長く居すぎた。よし。うわ、長い戦いだったな、ここも。たどり着けないっていう長い戦いでしたね。よし、送り届けてペトラのなんかを完了したら今日は終了ですかね。ちょうど終了できるといいけども。山賊の村はもう本当目と鼻の先だったんですね。入り口が今度は分からん。あんな服を着た人の話は真面目に聞けないでしょ。そうですか。回復薬使いましょう。場所あるんだろう。ヘイ、ペトロ。ペトラ、部品を持ってきたけど、まだ山賊が来そうだ。生き残りの奴らが村を奪おうとしてる。それ本当？ちょっとだけこれ持っていてくれる？すぐに何なのかは分かるから。え？それじゃあしっかり踏ん張ってね。お尻に押し付けないで。なくしたくはないでしょ。はいはい、分かった。え？重たい。持ち上げるのがやっと。ほらどうした、来るなら来い。いいか野郎ども、町をめちゃくちゃにしてやるんだ。はっ、行儀悪い。 L2R2 いまいちわからん。 L2R2 を押して。すぐ死神さん。今のところいい感じ。おっと、狙いがいいな。やれ。狙いがいいな、またあいつ。見つけた。
ああ